ちょっと待て。ここにいたか。お前さ、自分に自信がないっての言い訳にしてんだろ。いつまでそれ続けんだ。なあ、うまく言えねえけど、ちっとわかるぜお前の気持ち。だから話してくれよ。とにかく話さねえと何も言えねえよ。だから。タモズ、お前大場と勝負しろ。え？バカ言うな。それは俺がやる。俺が大場の悪事ごと息の根止めてやるよ。それじゃ意味がないんだ。いいか、タモズ。てめえみたいなクズはうちにはいらない。おい、龍翔。タモツよ、何かに体を張って勝負したことあるか。いつもリングに立ってるよ。リングに立つだけじゃない。お前は本気で何かと勝負したことがあるのかって聞いてんだ。だからリングで戦ってるよ。いや、リングでの戦いを見てればわかる。てめえは逃げ続けてる。戦ってるふりしてるだけだ。本気で何かを成し遂げようとする気がないんだ。おい、僕男にはよ、絶対逃げちゃいけない時が、今がその時だろうが、分かってんだろうが、ここで逃げたらてめえは本物のクズだ。けどいくらなんでも大場じゃ勝てっこない。とにかく結論はお前が決めろ。出ていくか戦うかだ。龍者、準備はいいか。右京なんてイチコロですわ。いえ、相手はちゃう。タモツっちゅうガキや。そいつ強いんでっか。さあな、その辺強かったらわしかて知っとるわ。とりあえずこっちも無駄な時間は使いとはないが、ルール違反でもないし仕方ない。ええな。ああ。ただ余分な手間がかかる以上、ファイトマネーの上がりも73で俺でいいっすか。ああ、お前はすぐ金の話やな。でももし負けでもしたら、サイドビジネスの方は禁止やぞ。勘弁してくださいよ。でも勝ちゃええってことですよね。まあガチでやらせてもらいますわ。おい、